おはようございます。トシトラです。今日はですね、ちょっと軽いドッキリをですねしていきたいと思います。僕のトラックの前に脚立を置きまして、そこから落っこって倒れてる体でやっていこうかなと思います。もうあとね10分ぐらいで来るのでね、多分ね事務員さんが来ると思いますんで、どんな反応をするのかちょっと楽しみなんでねやっていきたいと思います。歩いてくるんで、今からそれをねどういう反応するのかちょっと行きましょう。でも別にそこまであるかなっていう感じ。別にまあちょっとわざとかなって感じ。うんじゃねえよそれで本当に倒れてたらどうすんだよ。はい、今日のドッキリは失敗に終わりました。まあ検証結果、素通りされるってことです。以上です。はい、どうも。午後からですね、わら積みの仕事をね天井教育という形で教えていきたいと思います。今回わら積みね、4トン車でおせんべいですね、おせんべいを積みたいと思います。おせんべいね、美味しいのあれば買ってこようと思います。じゃあ行ってまいりましょう。バイ。こんなんこれ窓閉まんないよ。窓が、トメさん、閉まらない。一つ閉まるんですけど。うん。やば。これ雨降ってきたらやばいバージョンだよ。回線出ますよ。あれ、お疲れ様です。お疲れ様です。窓が閉まらないんだよね。4トン車の窓が閉まらない、助手席の開けっぱなしなんだよね。閉まんなくなっちゃったんだけど。そこしかないでしょ、他に窓ないんですよ。助手席だって窓を全開にしちゃうよね。今ね染さんの方でやったらね、ちょっと閉まった。どうすればいいの、様子見るの、外。ああそのままいいよね。じゃあ分かりました。じゃあ了解です。はい、見に来てもらえるって。見に来てもらえるから大丈夫。トメさん、ちょっと左に寄ってる。もうさっき左に寄りすぎてた。トメさん今何キロ？50。右に曲がるっていう、何メートル先止まって出てきたら、この200メートル先止まるでしょ。そしたら右に曲がって、ほら出てくるでしょ、こういう。そしたら右に曲がる。さっきの1キロメートル先だったもんだって。1キロメートル先に曲がってたらダメだよ。トメさん、トメさん、じゃあ旅行行った時は、じゃあ楓ちゃんと一緒に
寝ればこんなに布団でマジですかまずいマジですよ、もう怒っちゃうじゃん怒っちゃうじゃん自分のはカリカリしてると思うじゃん昨日も怒られたからね石投げられてそうそう、山に家じゃんきつそうだなきつそう、あんまりいないですよ。ああまあね。バラ積みでね、半分ぐらいですね、半分ぐらい積んだら荷物当日分と酔い積み分間違えちゃったから下ろしてくれって言われたんですよ。で、すいませんでもなんでもないんですよ。全部で500ケースあったんですけど、500ケースのうちもう300ケースぐらいは積んでたんですよね。それなのに平然とね、下ろしてくれって言って、下ろすのっておかしくないですかって言ったんです。そしたら、いや、いいから下ろしてくれっていうことでね、すんごい頭にきました。なんか顔にも出ちゃいます。頭にもして。もうちょっとドライバーの気持ちを分かってもらいたい。腹立ちました。トムトム、頭に来た？頭来ました。頭来たんで、なんか、イライラしてました。頭に来るよね。そうですね。だって酔い積みとさ、はい、ね、当日走る分でさ、酔い積みって朝のうちに朝っていうかさ、はい、着いたら言っといたのにね。そうっす、近かったんすかな。そう、おかしいっすよ。おかしいよね、うん、ダメだよ、二度と行かない、あんなとこ。あ、さっきやつですよ。うん、初日はいいですね、一番いいです。うん、はい、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。